李佐を菅の宮殿倉元より、李佐は中国の唐の軍人。字は暴行葛州、A 南県の出身。本願は、宗州理義根県。元の姓和女、元の味名は、聖績で、唐より、国姓の李を授けられ、後に、大層李政民を引きして、李佐と改めた。李政と共に、諸唐の名称とされ、 高栗制服など数々の功績を挙げた。除外の子として生まれた。不可の出身で、随末の混乱に伴い、近くで敵城が放棄したので、17歳の女性席はこれに従って反乱軍に身を投じた。女性席は年少にもかかわらず、敵城よりも才能を発揮し、敵城軍は女性席の主導によって動くようになる。その頃、リミツが 大世獣に敗れて逃げてきたので、これを迎え入れて、敵上に代わる狩猟として、リミツを押し立てる。大世獣の軍を奇械を用いて破り、この功績を持って、リミツより、東海軍公とされる。またリミツに対して、隋の国葬を奪って植えた民を集めることを、進言して受け入れられ、う文化及びの軍がこの食料を求めて、攻撃してきたのでこれを撃退した。しかし年に、 リミツ軍は王世獣に大敗し、西で大工場を陥落させていたリエにリミツと共に降った。女性席を迎えたリエはこれを大いに喜び、女性席を純真なりと称用し、リミツの元から自らの直進として迎え入れ、国政の利を与えた。以後は、李性席となる。以後は、党のもで統一戦にて、李エの自死、李政民の軍の中核として活躍し、 当県徳、大世重討伐に功績を挙げた。李世民が即位すると名前を、李勲と改め、平州徳とされる。しかし大層も晩年になると、李勲の際を恐れ、皇太子李伊に対して、李勲が忠誠を誓うか否か、心配になり、ある策謀を行った。それは、李伊を畳州徳へと左遷することであった。大層は、李伊に対して、もし、 リン・サオが左遷されて、認知へ行くことを渋るようであれば、即座に殺せ。もし認知へと、素直に赴くようであれば、お前が即位した後に中央に呼び戻してやれ。左遷者を投与することは大恩であり、それにより、恩に感じて、お前に対して、忠誠を尽くしてくれるだろう。と言い残して、死去した。リン・サオも、体操の思惑を察知していたので、 この招職が出た後に家にも帰らずにその足で認知へと赴いた。リオサムが即位して、高僧になるとすぐに、リー・サオは呼び戻されて、中書門下三品とされ、一役朝廷の重鎮の一人となる。その後、高僧は、竹・テラシを新しく、皇后に立てたいと思い、進化に加門した。この時のリー・サオ以外の、主な人物が、町村・無意貯水領、牛安氏であった。 町村向きと貯水量は反対し、牛ネは沈黙を守り、リーさんはこの会議に欠席していた。構想は諦めきれずに、自らリーサオに対して加盟し、リーさんは、これは、陛下の火事です。なぜ赤の他人である私に聞くのですか。と答え、これに力を得た構宗は、竹寺氏を皇后方に立てた。この後、竹寺氏による、戦王の時代が始まり、 リーサオはこの時代を、保身のために招いてしまったと、後世から批判を受けることになる。リーサオからすれば、長年粉骨採取。その後、町村無期、貯水量、牛ネイは、不足点によって左遷され、町村無期と貯水量は、南方の辺境の認知で自殺に追い込まれたり、病死したりした。リーサオにはもちろんお咎めがなく、むしろさらに信頼されるようになる。 667年から668年の高栗遠征では、当軍の首相として活躍し、長年の敵であった高栗を滅ぼすことに成功する。日本初期、展示点の大きには、大東の大将軍栄光が高来を打ち滅ぼしたと記されている。669年、死去。去年76。ありがとうございます。